皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。12月21日、田べ美加子、34、松下洸平、36、今田美代、26、神尾風玉、24が、クワトロ主演、するドラマ一番好きな花、富士テレビ系、木曜夜10時の最終回、第11話、 が15分拡大で放送される。12月14日放送の第10話は、配信サービス TVer のお気に入り登録が148.6万、12月21日16時現在、と、ドラマ部門でントツの1位と好調。一方、視聴率は5.3%ビデオリサーチ調べ、関東地方区、と、 最終回を直前にして盛り上がるどころか、0.2ポイント下げてしまった。第10話の内容は以下、塩行方え、食べ春木椿、松下、みゆ代よよ、今田、佐藤もみじ、神尾、と食事をした翌日、四季緑、田中玲奈43は北海道に戻ることに。そして、 緑は空港まで見送りに来た行方に、5人で会ったのは楽しかったが、5人は違うのかも、と話し、4人の中の良さを感じたことを伝えた。後日、ヨヨとモミジが居酒屋で緑のことを話していると、モミジのバイト先の同僚の男たちに声をかけられる。彼らは、ヨヨが紅葉は友達、だと言っても、付き合っていると決めつけ、 さらにの悪口を言い始めるもみじはこらえるのだが、よよが、知らないやつのこと知ったように言うな。と怒り、繰り返し、バーカと言い放った。また、行方ともみじは集まれないという、ある夜。ヨヨが一人で椿の家を訪ね、手料理を振る舞う。感動する椿に、ヨヨは、もともと料理は得意だったが、 勘違いされることが多いため封印していたと明かす。さらに、私って、やっぱり可能性ないですかと、もう一度思いを伝えるが、椿の答えは、うん、ごめん、と変わらず、という展開。視聴者の X、ツイッター、上の反響は、ヨヨちゃんも紅葉くんも切ないけど、でも、二人ともすっきりしてる感じあるし、 これで良かったんだよ変に期待持たせるようなことを言わない椿さんと行方さん大人だよな素敵な回だったなど熱心に評価する声は多いその多くは描写の細かいところまで指摘しているがこういったコアなファンに支えられていることが配信での好調さを生んだのだろうしかし一方で視聴率は伸びていないそれについては この4人の関係はあまりにも温かいのだけれど世間が世知辛く書か,かれすぎていて見ていて辛いのよねこの4人は出会えたから良いもののこれを一人で見ている少なからぬ人たちはこの世知辛さの中を孤独に耐えていかねばならないのよ主人公たちがいかに繊細でかわいそうかを表現するため周りの人が無神経で嫌なやつに書かれてるのが無理 などの批判の声から原因が推測できる。世間がせちつらく書かれすぎていて、とあるが、確かに4人が集うようになってから、それぞれが他者への違和感を確認し合うシーンばかり続いている。緑、田中麗奈が登場し、4人の関係に何か変化があるのかと思えば、結局は4人のスタンスを再確認しただけで去ってしまったまた。 今回の居酒屋シーンで登場したもみじ、神尾のバイト仲間など、4人に絡んでくる人物が、嫌なやつのままで最後まで来てしまった。メインの4人が変わらないだけでなく、周囲の人物も結局、変わっていないのだ。この変化のなさは、今季、注目度を超えるヒット作となった、セクシー田中さん、日本テレビ系。 日曜夜10時半がメインキャラ以外の成長変化をしっかり書いているのと大きく違う要するに全体を通して変化が乏しいのだ熱心なファンは4人の世界観に共感しているので気にならないだろうが一般視聴者にとっては退屈単調に感じるかもしれないそこまで熱心ではない 一般視聴者が多い視聴率の低迷は、そこにありそうだ。村瀬兼プロデューサーと脚本家、産方くしという同じコンビで大ヒットした23年の秋ドラマ、サイレントは、そう、目黒霊26の耳が聞こえなくなったことをきっかけに、紡ぎ川口春奈、28や港と鈴鹿宏23など、 周辺の人物の意識や関係性の変化を書いていた。こちらは視聴率、配信ともに大ヒットとなったが、変化のあるなしが分かれ道となったのかもしれない。最終回の予告には、行方、食べ、の妹好み、斎藤明日香25、や、椿、松下、納刀と、風、一の世界で26、が、 4人の世界に呼び込まれ、意外な展開になるとあるが、果たして、物語に大きな変化は訪れるだろうか。村瀬プロデューサーは X、旧ツイッター、で、また松下たちは12月21日朝の、めざましテレビ、で最終回に、仕掛け、があることを匂わせた。果たして何があるのか一般視聴者も巻き込むラストに期待したい。 どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。